ジュリアン・セイモア・シュインガーは、アメリカ合衆国の理論物理学者。繰り込み理論によって、量子電磁力学を完成させた功績で、朝永新一郎、リチャード・ピー・ファインマンと共に1965年のノーベル物理学賞を受賞した。ニューヨークで、ポーランド系ユダヤ人の家庭に生まれる。父は当時オーストリア・ハンガリー帝国の支配下にあった、ノビソンチの出身で、 母は原ポーランドのウッチ出身。ニューヨーク市立大学シティカレッジで学んだ後、コロンビア大学に編入し1936年に、学士、1939年のイジドルイザークラービーの下で、博士号を得た。カリフォルニア大学バークレー校で働いた後、インディアナ州のパドゥー大学で研究した。第二次世界大戦中は、マサチューセッツ工科大学の放射線研究所で、 レーダーの開発に加わった。戦後、ハーバード大学に移り1945年から1974年まで、そこで教えた。ハーバード大学在職中にラムシフトの説明に、繰り込み理論を適用して、成功を収めた。素粒子物理学の分野でも1957年の論文、基本的相互作用の理論で、新しい素粒子の存在について先駆的な予想を、 行った。1972年から死去するまで、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の物理学部の教授として教弁を取り、研究に没頭した。強い電場中で真空からの粒子、反粒子の耐性性が起こることを最初に示し、それに必要な電場強度は、彼の名をとって、シューインガー極限と呼ばれる。また、場の量子論の計算に用いられるシューインガー、 ダイソン方程式等で知られる。研究の指導者としても優れ、4人のノーベル賞受賞者を指導している。ありがとうございます。